私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日は新型コロナ変異株オミクロンについてお話をします。日本は鎖国へと舵を切りましたが、そのお話をします。このビデオの要旨ですが、南アフリカで変異株オミクロンが発見されました。すでに世界へ拡散しており、感染力はどうなのか、弱毒化はどうなのかということと、ワクチンは効くのかについてもお話します。そして日本は鎖国の政策をしているのですが、これが良いかどうかということに関しても考察をします。まずオミクロン株とはですね、これ南アフリカの保健省のホームページですが、新規の変異株で30以上の変異があって、見つかったのは11月11日、この時点ですでにですね、欧州では同じ株が、感染が確認されています。そして現時点では感染力は不明だということで、ワクチンの効果はあるのかというと、多分あるだろうと書いてあります。そして薬はどうだということなんですが、効くかもしれないというような、記載がされています。さて南アフリカのコロナの感染状況を見てみましょう。10月以降ですね、かなり下がっておりましたんですが、この11月の半ばからですね、急激に増えているというのが現状です。さてオミクロン株が確認された国地域ですが、カナダから、欧州、南アフリカ、ボツワナ、イスラエル、オーストラリアという非常に広範囲で見つかっておりまして、すでに香港と日本でも感染が確認されました。さてこちらは11月30日の日経新聞ですが、外国人新規入国を停止ということで、日本政府はですね、鎖国に舵を切り替えたという状況で、11月30日以降はですね、外国人の新規入国は原則停止ということで、日本人の帰国者という方々はですね、ワクチン接種を含めて14日間待機をするということで、東京都や大阪府などが陽性者のゲノム解析を徹底というふうに報道されています。さて鎖国に関して非常に成功した国が台湾です。これは全期間の感染者の数ですが、今年の6月頃にはですね、海外の労働者から入った方々の感染が急速に増えたんですが、それも収束して現在もほとんど出ていないという状況で、私自身はですね、日本国も鎖国を台湾と同じ時期にしていればですね、この台湾と同じような感染者の数が抑えられたのではないかと思っております。さてオミクロン株日本初確認ということで、11月30日の報道でアフリカ南部のナミビアという国からですね、入国された方がウイルス陽性でゲノム解析をしたところオミクロン株だと分かったということなんですね。実は日本の入国時の検査は現在抗原検査が行われていまして、PCR 検査のようにですね、偽陽性がたくさん出ない代わりにですね、陽性者の半分ぐらいしかカバーできないと言われています。そしてこの日に入国された方が十数名陽性ということなので、現在ゲノム解析中だと思うんですが、そのゲノム解析で陽性だった人の倍数いると思われますので、すでに日本には数名以上が入国しているのではないかというふうに考えられます。さあ、ワクチンについて見てみましょう。イスラエルで3回目のブースターワクチンを接種していたという女性がこのオミクロンに感染していたということが明らかになりました。つまり、2回打とうと3回打とうと感染する場合にはするということですので、ワクチンが安全安心かというと、オミクロンに関してはそうではないということが明確に言えると思います。さて、いつも出しているスライドですが、コロナウイルスに感染すると、ここで ROS と書いている酸化ストレスが大変たくさん出てきます。そして免疫の暴走といわれるサイトカインストームを起こして、重症化していろいろな症状が出るということが明らかになっていますので、酸化ストレスを下げるのが非常に重要です。私は抗酸化配合剤を開発しまして、世界で最も抗酸化力が強く副作用がないということが証明されています。コロナに打ち勝つには酸化ストレスを下げるということで、禁煙、大量のお酒を飲まない、肥満、糖尿病のある方は糖質制限をする、
十分な睡眠をとり、精神的ストレスを下げるのも有効と考えます。またエビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も有効だと考えています。現在、新型コロナ感染後の後遺症、ワクチン副反応の症状に悩む方々へ、私の開発した抗酸化配合剤の無償供与を行っていますので、対象となる方はこちらの URL から申し込んでください。抗酸化研究室についての情報です。